サイクリスト、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 自転車、自転車、自転車スポーツ車、自転車、自転車か、でもスポーツモデルに乗ってて、で結構いろんなところ行くんですよ。やばい。ツーリングって言うんですよ。ツーリング、そうですね。でその中でも魚釣りを一緒にやるっていう人がいるらしく、この二人の人です。僕そういう人ってそんなにこう意識してなかったとか、もうまれやろうな。わりかし、わりかしいるらしいんですよね。でその自転車乗りのためのジェットセンターっていうのが作れないかっていうことでちょっと来ていただいて、ミーティングしてるんですよ。そのスポーツモデルで遠出をして釣りをするってするための竿であり、自転車で釣りに行くっていう人多いじゃないですかね。その人たちのためにも全チャリに継ぐみたいな竿にしたいなと思っていて、そのママチャリでもいいし、マウンテンバイクでもいいし、自転車ってそれぐらいですか、趣味そんなもんですね。ね、で若い子なんか割と自転車で行く人、その人たちに特化したというか、その人たちに特化というか、その人たちに便利な竿ができればいいかなということで、ちょっとプロもいい、プロという自転車によく乗ってる人の意見を聞かなきゃいけないということで来ていただいて、今のところ短めの竿で自転車のフレームにホールドできるような固定できるような竿になる。まだ見つまってないですけど、竿の名前とか。